はいみな、えー、さんこんにちは、えー、本日リライズショートストーリーインタビューさせていただくのはイメージアッププロデューサーそしてマナー講師として活躍されている桜みずきさんです桜さん本日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますはーい、えー、では早速ですが一つ目の質問をさせていただきますはい、はいえー、まず、えー、桜さんはどんな夢やビジョンをお持ちですか はい私は現在はマナー講師とイメージアッププロデューサーと去年ですね私は自分のブランドのサミーというのを立ち上げておりましてこの3つの肩書きとまあ仕事をしているわけなんですけれどもそれを大切にしつつ新たに2つ目標がございます。で1つ目は無無人あ今年です、ね、無人航航空空機機パイロットと無人航空機安全 ええと、運行管理の資格を取りまして、この2つの仕事、あの資格を取ったんですね。なので、来年は国家資格が無人航空機パイロットになりますので、来年度は国家資格の方にチャレンジしていきたいなと思っております。はい。こちらの資格が本当びっくりですね。<laughs> そうですよね。これはもう8年をずっと温めてきまして。はい、いずれ。えー あの、こういう資格を取ったよ。っていうのは皆さんにお伝えしたいなと思っていたんですね。なので、はい、初公開というかはい、はい、いい気分だなと思っております、はいあ。ありがとうございます。パイロットの国家資格そうなんですよ。共通される。 国家資格では今まででなかったんですねで今年の12月かなから国家資格になるっていう話になりましてなので来年度は今ある資格は資格であのいいんですけれどもさらにランクアップした方がね国家資格ですので、はいはい、国家資格の方にチャレンジしていきたいなと思っているんです。 はい 2>, 2つ目の,あの目標といいますか、3人目は今は外見的マナーとか形振る舞いとか外見的なことをしているんですけれども今度はです、ね、新しいチャレンジとして自分自身をあの深く知っていくじあの内側のことをやっていきたいなと思っておりまして自分あ一人一人がです、ね、自分の内側に深くあの潜っていって自分をあの研究していく研究所を作りたいなと思っておりまして それをオンラインサロンの形でやっていきたいという夢がございます。うーん、これも素晴らしいですね。すごく内面をね知っていくっていうことはすごく大事だと思います。えー、そうですよね。意外と、えー、あの人のことはとってもよく分かったけ分かるけれども、自分のことって言ったら意外と分からなかったりしますよね。えー なので、うんこう、一人一人がこう自分自身ってどういう人間でどういうふうな感じの生き方をしたいのか、あり方をしたいのかなっていうのを、お々お研究していって、こうネットという素晴らしい、ね、あの時代をつあの使って、ですね皆さんと一緒にこう深く自分を知っていく研究所を、ね、やっていきたいって思っております。はははいいいありがとうございますす、はいえー、ではですね そんな夢ビジョンに対しての目標や計画についてお伝えいただけますか はいあの実はですねあのオンラインサロン研究所の方はですねボイシー、うん、私ボイシーのパーソナリティをしておりましてさくらみずきのシンデレラマナーという番組を月水金の朝の8時に配信しているんですねでそのところで、うん、もうすでに自分の内側ははの在り方とか生き方っていうのをすでに発信してもう少しずつ活動をしているんですねなのでボイシーが実はプレすべての点 まではないんですけれども、内側に潜っていくっていうプレ配信的なことをしているんです。なるほど。はい。あの私もあのボイ e c の方、ちょっといくつか聞かせていただきました。ありがとうございます。すご,ね、すごく元気になる、はい、お話だなと思ってます。ありがとうございます。はい、えー。ではですね。 えー、次なんですが、きっかけなどについてちょっとお伺いしたいんですけれども、うん、あのこういったのマナー講師とか、うん、イメージアッププロデューサー、そして先ほどは、まあ、パイロットの資格も取られているということで、うんはい、そんなあの夢やビジョンを持つようになったきっかけですとか、出会いということについてお聞かせいただけますか。 はい、えーと、私自身がですねあの、オンラインサロンの方はですね、あの桜私のレッスンとか研修とかこう、すべての講座を受けてくださった方を桜ファミリーと呼んでいるんですけれども、桜ファミリーをこれまでの方々を見ておりますと、こう外見的なことをやりますので、こう ヘアとかメイクとかファッションとかすべて立ち振る舞いとか美しくなったけれども例えばあ綺麗ですねって言われても、うん、え私全然綺麗じゃないですよとか言って受け取らない <laughs> 受け取れないっていうんでしょうかねその言葉を受け取れなくていつまでたっても本当は外見がすごく綺麗になっ,たいなっているのにな内面がこう なんていうんですか磨かれていないために美しい綺きれいですね、えー、素敵ですねって言われても言葉を受け取れないそして自信がまだ持てないっていうのをパターンをですねいろいろ見てきて講座受講生の皆さんの対面的なこととかが分かってきたんですね。な、うん、なので外ではあの今までは外見的なことをすごくあの やってきたんですけれどもでは内面的なこともすごく大切になってくるんじゃないのかなと思いまして内面と外見が良くなったら絶対に自信っていうのがこう中から溢れてくるっていうのが自分でも分かっておりますのでそういうあの講座性を見ていってオンラインサロンをやろうかなって思ったのがきっかけですね。 なるほど、うん、そうだったんですね。そうなんです。で、無人航空機に関しましては、えー、あの昨年の12月にちょうどうちの母がですね。はい、右や右肩を骨折しまして、その時に母はハッとふらなんかひらめいたらしいんですね。はい、みーちゃん、これからは無人航空機の時代だよって言い始めまして。はい そうなんですか。そうなんです。突然母何のことみたいな感じだったんですね。はい、で、あの無人航空機来年はみーちゃん取りに行った方がいいよ。って。ただった、単に母の一言がきっかけで、兄はまあ将来的。私兄がいるんですけれども、兄は将来的にこう。無人航空機のあのー。 資格がいるっていうこともありまして、兄と私と二人でですね、なかなか大人になって一緒の資格を取りに行くっていうことってねないと思うんですけども、すごくそれもいい経験だし、いい記念になるなと思いまして、取りに行ったっていうのがきっかけなんです。うん、別にこう何かの仕事をしようとか、この無人航空機を活かして何かをし,しなければいけないみたいなそういうのは全くなくてですね、すねただ単にあ自分が新しい自分をこう発見する 旅をもともとしていますので、その旅の一つとして、新しい自分の枠を。また抜け出し、はい、新しく、扉を開いていくきっかけになればいいかなって思ったのが、あの一つですね。そうだったんですね。そうなんです。お母様の一言で。<laughs> そ,うで <laughs> そうなんです。うん。なるほど。 まあそれでこうまた新しい自分の発見したり扉を開いていててくっ私自身が今の仕事まあ肩書き3つ持ったんですけれども、うん、それとは別でもう あの職業は私さくらみずきっていう感じにしたいなと思っておりまして肩書とかそういったものにとらわれずに、はい、自分がどれだけ自分の可能性をこう広げていけるのかなっていうことにあのチャレンジしているんですねそのチャレンジの一環で今回もその無人航空機であったりとか研究所を作りたいっていうのが一つなんです。なるほど 素晴らしいですね。すごく素敵だと思います。ありがとうございます。桜さん自身が、こう、もうそ、そのものが、そのものが仕事にしたいの、もう私、<laughs> 仕事は私です、みたいな。<laughs> 私ですっていう。 なるほどそういう時代が来ればすごく素敵じゃないですか別にこうマナー講師とかイメージアッププロデューサーだからとかいうのではなくて、はい、もう私の生き方とかあり方自体がもう仕事ですみたいな感じにしたいなって強く思いましてそこからはもう職業は私みたいな <laughs>、はい <laughs> はい、感じでまあ本当にマナーの先生としてはすごいびっくりするようなことをね言うかもしれませんけども、はい、新しい 自分をどんどん発見していきたいなっていう思いがありましていろんなことに毎年チャレンジしております。はい素晴らしいと思います。なかなかね、なんかそのようにあのまあこう学講師とか、うん、いろんなまあこう資格を取ったりして、うん、まあそれを教えたりするっていうことはあると思うんですけど今あのさくらさんがおっしゃったようにもう自分がいろいろチャレンジして、うん 発見して枠をこう常に常に超えていくっていうそうなんですよそですねそのようなこう、まあ、今までずっとそうではなくて何かやっぱりそこにもこうきっかけとかこう追求してこられたこととかがあったと思うんですけどなぜそういうふうにこうな思われたのか <laughs> はいそれはですねあの7 8年前から あそうですねシンデレラマナの本が出た時ぐらいなのでまだ78年前だと思うんですけども、うん、からもともと私あの心理学とかすごく好きで心理学だったり脳科学だったり量子力学だったりそういったことを今もすごく好きで学び続けてきているんですね。うん、なのでで年前からずっと学んできた経験をあ じゃあ、その、例えば、量子力学とか、脳科学とかを使って、自分の枠をどうやったら壊せれるのかなっていうのに、チャレンジするために、枠外しのためにいろんなことをやっているんですね。なので、それが自分の経験になって、そしてそれを今度、オンラインの研究所でシェアして、それって自分を知っていく旅をしているわけですので、その今まで学んできたことを、自分なりにアレンジしたこと、アレンジ してそして自分の経験をプラスしてあの研究所でこう皆さんを枠外しをしつつ自分自身もあの深く知っていく旅をね一緒に研究できたらいいかなって思いまして、まあ、学びと経験があるからこそ、うん、今回のオンラインサロンとかをやろうって思ったのがきっかけとか背景背景的なことですね。はあ ずっとさあのご自身がこう脳科学とか心理学とか量子力学とかを学んでそれを自分で活用して。 そうです、そうですなので、すごいトライアンドエラーなんですね。うん、学,んだ学んだとしても、それを実践しないと、どうやって生かせるかっていうのがわからないじゃないですか。うん、なので、私は自分の体を使って、どうやったら自分の枠を広げていけるのか、うんうん、それが皆さんにお伝えできる経験でもある,あると思いますので、うん、それをですね本当、ほんとトライアンドエラーでやってきたっていうのがありますね。 うん、素晴らしいですね。ありがとうございます、あのー、なかなかやっぱりそのやってみたいなとか思っても、うん、いろんなこう理由とか、まあ、失敗しちゃうかもしれないとかうん、うん、なかなかこうチャレンジできなかったりする人も、ね、いらっしゃると思うんですけど、うん、そのようにあのこうチャレンジしたりとか学ばれたりとかしてどんどんこう枠を まあ外しててこうって今もこれからも多分とさくらさんはそれをやり続けるようなそ <laughs> うなんですよやり続けるの自分の体を身を張ってですね <laughs> 転びながらでも立ち上がれみたいな <laughs> 素晴らしいですね <laughs> それが多分皆さんのい まあ、勇気だったりとか希望だったりとか、うん、そういう、なんか私自身がそういう存在がいたら嬉しいなと思っていたんですね。そういう自分がこう、うん、なかなか一歩踏み出せないときにこうい,うなんかいろんな経験をしてチャレンジしている人がいたらすごく自分の勇気とかそういうのをもらえるなと思っていたので、うん、ではじゃあ自分がそういう人になればいいじゃんと思いまして、うんまああの。 いろいろとですね、切磋琢磨やっている、はい、<laughs> ところでございますね。ね はい、確かに本当にそうやってチャレンジしてる姿をね。あの見るとすごく希望に感じると思います。本当びっくりしました。ね、私もパイロットあ、そうですよね。その無人航空機はね。すごい面白いですね。<laughs> うん、でも、あの無人航空機を取って何になるの？っていう感じなんですけれども、うん、実は取ったら取ったで、うん、兄,兄のですね。あの、はい、職場の後輩の方が結婚するということで。私もともとウェディング。プレ ランナーもしていたんですけれども、はい、あの、はい、ウェディングあの結婚式の当日。 ちょっと無人航空機を使って撮影してもらえないかって依頼が来ましてそう,です、ね、そうなんですで兄がパイロットあの操縦をいたしまして私が動画とかを<ん>あの編集するっていうのをさせていただいたら<ん>ものすごく皆さんに喜んでいただいてんこんな,なんかプロが作るような,、うん、なんか編集とかこう、ね、あの無人航空機を使って撮影していただけるなんてんもう本当にありがとうございましたって言っていただいたんですね。あ なんか撮ってよかったなと思いますしこれまでのブライダルの経験がまた無人航空機のね空撮を使って活かせたので、うん、いやなんかよかったなってこうちゃんと道は開けていくもんなんだなっていうのをあのまた一つの経験としてね得ることができたので、うん、とてもねプレシャスな。 あのはい体験だなと思います。ああすごいすごいですね。<laughs> もう全然何につながるのかわかんない <全然 S 1> っていう感じだったんですけれどね。ねうんうん,うんなるほどあ。ありがとうございます。ありがとうございます。はいえー、そうしましたらですねあのすごくやっぱりあのこのチャレンジ精神のなんか塊のような福 <laughs> <laughs> さんで。 ね、あの元松山っていうことですごく美しい、ね、<laughs> 外見とこうマナーポーズとして、はい、活躍されてるそれだけでなくさらにこう内面も本当にもっと磨いて、ね、あのその自信を持って自分軸を持つ <laughs> そ,そういった方が増えていくようなそういう研究所まで作られようとしていることが本当に。<laughs> 素晴らしいと受いましたいやー嬉しいです。もう今までのまとめを陣内さんがしてくださったようで、えー、<laughs> 本当ありがとうございます。はい、その通りですね。はい、ありがとうございます。あのではですね。あのこのインタビューを見てる方にはい、是非あの一言メッセージお願いできますか？はい、あの私自身ですね。もともとは？ こう一歩踏み出す勇気がなかなか出なくてですね、ずっと例えばブログを立ち上げてやるっていう時にも、3ヶ月も半年も、え、ブログ名どうするんだろうどうやってすればいいんだろうっていうところから、あの今、こんなにすごくチャレンジできるようになったんですね。なので、もともとチャレンジ精神旺盛なのかって言ったら、そうでもなかったんですね。ですが、いろんな経験を重ねていって、自分の ゼロから1のスタートが意外と軽くできるようになるんですねなのであなたもなんか私には何もすることができないとか一歩踏み出せないって思ったとしても一歩ですねもう一歩じゃなくて半歩でもいいですね踏み出す勇気があれば道っていうのは必ず開けていけるのでぜひですねチャレンジしてもっと自分の人生をより豊かに楽しんでいただきたいなと思います。 ありがとうございます。ごます,すごく元気が出るメッセージありがとうございます。ではですね、本日はイメージアッププロデューサー、そしてマナー講師として活躍されているさくらみずきさんでした。本日はありがとうございました。ありがとうございました。